皆さんこんばんは。今日はどんな一日でしたか。私はですね、今赤びらですね。今の赤びらの町から神社ですね方面、それで自分の自宅に向かって歩いてるんですけども、実は4月の1日から赤びら橋と並行してこの歩道が開通いたしました。なんでって思うかもしれませんけども、本当に堂々とですね、この赤びらのところが2車線ずつあったんですけども、1車線ずつ厳選されまして、この歩道ができたということですけども、詳しくはこちらで、それでですね、この新しい道路を通るということで、これいろいろとありますね。さて今日はですね、上村真美どんな一日だったかと言いますと、今日はですね、午前中事務所行って、今日は沼田町に行きました。沼田町の更新地区ですね。それと、吉住商工会会長にお会いさせていただきまして、いろいろと意見交換させていただきました。本当に札幌を中心にいろいろと日々議論をしている中では、なかなか気づかない点だったりとか、そんなことがあったんだだったりとかですね、本当にいろんな驚かされることも実はあったりします。やっぱり札幌の道議会だけではなくて、地域にいろんなことを聞きに回るっていうことは本当に大切だというふうに思いますし、本当に自分の講演会の方々をですね、中心にそういった意見交換をして、実際にですね、ちょっとやはり地域にそぐわないことは改善していくっていうことは本当に大切だなというふうに思っています。沼田町の皆さん、今日は本当にありがとうございました。お昼はですね、久しぶりに山田さんのところで今日野菜味噌ラーメン食べました。美味しかったです。ありがとうございます。それで4月1日からですね、いろんなその新人が入ってきたりですね、人事異動もあっていろいろご挨拶もさせていただきました。そして午後ですね、チップ別の方でいろいろとご挨拶回りをさせていただいて、その後赤びらに帰ってきて、今日はですね、赤びらのロータリーの、新人が入会されたということで、その、一献でありました。本当に赤びらも地域の皆さんに久しぶりにお会いできて、いろいろと意見交換もできましたけれども、こういったひとときが、とても私の、糧になっているというか、原動力になっています。本当に今日はありがとうございました。それではですね、今日はちょっと上村建設の後ろのこのツリーに注目して、それでは明日もいい一日になりますように。